螺鈿の魅力はやっぱり素材自体がもう貝自体がすごい綺麗に光る、それがもうすごい一番の魅力であり、うちらの仕事としては綺麗に光る貝をよりよく、極限まで綺麗に見せる表現をするっていうのに尽きると思います。螺鈿っていうのは貝を細工するっていう意味なんですけど、もう純粋に貝を細工して模様を表現するという仕事です。螺鈿っていうのはもう世界から日本全国にもあるんですけど、その中でも高岡の特色は、薄い貝ですね。貝を、厚さ 0.07 ミリから 0.1 ミリぐらいの厚さに、薄く加工しまして、それを、模様に表現するという技法が高岡の特色で、非常に、貝自体が薄いので、裏からこう彩色して、色をつける表現もできるっていうのが高岡の特色です。僕で4代目にはなるんですけど、おじいちゃんとか親父のデザインっていうのは結構個人個人によって違ったりするので、その人のカラーが見えたりして非常に、今となっては面白いと思います。はい、大体うちのじいちゃんの場合は昔ながらのそういう表現が得意だったっていう、人物ですね。人物とかのそういう顔の表情だったり、そういったものが得意だったと思います。あとうちの親父はやっぱりその花鳥風月というか、やっぱり鳥と花とを、いろんな季節に応じて、デザインするっていうのが得意だったりします。僕の場合は結構細かい柄が好きなので、幾何学模様的なものを、いろんな感じに配置したり、やっぱりその学校に蒔絵っていう技法も習ったんで、蒔絵と螺鈿とのミックスした、商品というか作品も作ったりすることもできますし、結構細かいものがやっぱり好きなので、極限まで細かいデザインを描いたりとか、はい、そういうのが結構得意だったりします。先代の受けた仕事を全部デザインは取っておいて、でまた同じものが、仕事の依頼が来た時にすぐにまた作れるように、デザインっていうのは1個でも作ったものは全部デザインを残しておくっていうのが、うちらの仕事であります。でその作品をいっぱい見ていると、デザインが結構昔のものって良かったりするんです。はい、でも意外と今の時代には結構新鮮なデザインっていうのが結構多くて、結構昔の、そういう螺鈿のデザインを勉強して、ここがちょっと今でも使えるなっていうのを、考えながら自分なりにアレンジして、ものを作っているっていうのが、それが結構幾何学模様が多かったりとかするのです。やっぱり、歴史を紐解くと、すごい古い奈良時代とかから、螺鈿っていう技法は日本に伝わってるんですけど、そこから今まで、今日まで全然、技法っていうのは変わらない、作る手作業の技術っていうのは変わらないので、今後100年になっても多分やっぱり手仕事の良さというか、そういうのはあると思います。変わらないと思います。はい、今の生活に合ったものづくりっていうのは心がけてやっています。やっぱり使ってもらうっていうのが一番の重要なことで、使ってもらって、その人の生活の中にちょっとでも螺鈿でちょっと華やいだところがあればすごい嬉しいと思います。